はいアマリアビコンね面,面とソール裏が見えますかねこういうクラブの変化をねこう示したんですけど <laughs> でこれはあのこのぐらいじゃ三角となる、はい、これはもう刺さっちゃうから罰よっていうのを示していますであの今ではアマリンアビコンこれできないとメジャーを勝てない っていうようなものにまでなりましたね。えー、まあ、当時日本なんか全部ぶつけてたんですからね。アプローチでこうカーンなんて全然寄らない。ツアープローテレビで見てね。見ましたよ。そういうのもね。あの呆れてましたけども。えー、これがマリアビコンです。 そして私が作ったアマリアビコンが世界で、えー、これをやらないとゴルフにならないよと、あのー、勝てないよっていうものに発展したわけですね。アマリアビコンやらないともうゴルフではないんだってなってきたんだと思いますね。でこれ私ルール改正もねあのー これやると、ね、二度打ち微妙にするわけですよねバンカーなんかもそうですけどダフルあの、ね、あのソウルの髪方によってはねでゴルフのルールからその二度打ちっていうのも許容されたわけですねそれで私もこう堂々と堂々とっていうかね二度打ち気にせずにこれをねスローでゆっくり入れることができるようになったから短い距離 打ちやすくなりましたね。あのこういうふうにね、そのいわゆるアビコ式からアマニアビコになったっていうのはね、あの二度打ちの帽子もあるんですね。二度打ちの帽子じゃない、二度打ちしちゃう可能性が高いからね。はい。ですからあの二度打ちっていうのは今大丈夫ですから、アマニアビコが世界の主流になったわけですね。 これはあの打つ技術規則まあそういったものをね規則も全部私が作るんだということをあの認識していただければいいと思います。はい、以上です。